おはようございます。今日はちょっと7時40分かな、ちょっと遅めですが西の目渓村から参ります。サビキ釣りはねもうピークのような釣れ具合ですね。釣れてますね。風もないです。天気もいいですね。開始30分でサバ、ちょっと大きいサバになりますね。おお、すごいですね。サバばっかりになりましたね。ママカリとね、アジが1匹だけ、アジが1匹、イワシが減りました。釣れたね。おお、すごいね。これ何か知ってる？サッパ。そう、岡山ではママカリと言います。はい、ちょっと小型ですが、またサヨリいっぱいいますね。ね、波紋全部これサヨリですわ。おお、サバが増えましたね。そうなんですね。イワシが減ったね。あ、ちょっとだけいますね。あ、イワシもおるですね。朝早いうちの方がイワシ釣れたんですかね。朝一がアジがよう釣れましたね。うん、そこと、その上のところも、ね、うん、外の方がね、多くて、もう今サバ、あ、しかもまあでもまあまあ丸々したサバですね。これはほとんど向こうの外でないような日がする、ね、うん、ね。でもイワシが減ってサバばっかりになりましたね。うん、これかわいい、はい、サバが多いですね。サバ、イワシですね。このイワシを、アジ1匹いる。綺麗にさばいてお持ち帰りです。そこにもいますよ。すごいな。え、どこ？わあ、もうそこにも繋がれてる。そうそう、持って帰ろうよ。あ、そうですか。ほんまや。これはでかいですね。うわ、目キョロキョロ動いてる。すごいな。すごいですね。落とし込み、綺麗な木びれだな。しかもこれでかい。余裕で50ですね、これ。いけへんかな。20。あ、50あるわ。50ある。50あるわ。すげー、お見事です。落とし込みという釣りでですね、チヌが釣れております。どうしたらいいんですか。一匹持ちましょうか。こうやって持とうか。あ、それいいですね。思ったこれ。うわ、え、怖いんだけど大丈夫です。はい、名人の釣られたやつを記念撮影いたします。オキアミフカセ釣りで夏チヌですね。夏チヌサイズです。こういうのがね、夏場バンバン当たりますね。一緒に釣ってもらえるですかな。サバがずっと釣れてますね。はい、おめでとうございます、はい、すごい量ですね。そうですね。あ、もう大量ですね。うわ、すごい、はい、8時台でもサバが入れ食いですね。素晴らしい、お見事でございます。サバですね。サバが釣れておりますね。先週と違って、ね、ほんまそうですね。ほぼサバになりました。しかもまあまあちょっと、いや、大きいです、ね、大きなりましたね。大きいです本当に。中ぐらいのサバですね。入れたらすぐ釣れますね。8時台でももうこれなんか関係なく釣れますね。来た。うわー、三連すごいな。うまいな。はい、三連お見事でございます。イエーイ、はい、ありがとうございます。めっちゃサバ見えるかな。あ、見えます、はい、サバ祭りでございますね、はい、おめでとうございます。まだでもね、まだまだ入りますからね、これね。でっかい袋でまだまだ入るんでね。羽根橋横のお前浜ですね。あの砂浜あたり、ハゼがよー釣れます。ここはね、昨日90匹ぐらい釣ってる人もいらっしゃったようです。昼でも釣れます。西宮浜総合公園前に来ました。人々いらっしゃいますね。風もなく天気も良いです。サビキ釣りで豆味がいっぱいいますね。西宮渓村がイワシばっ、あ、サバばっかりになってね、こっちに豆味回ってきたかもね。そんな感じですね。通るんですね。あー、すごい、うーん、綺麗にさばかれてます。サバ、大きめのサバが西宮浜総合公園前もいますね。ジャンボ、ジャンボこの白目味綺麗ですね。唐揚げ美味しいですね。これ唐揚げでジャンボもあるし、唐揚げ美味しいです。